まあ、どこでもそうなんですけど、その地域に酒蔵があるっていうのは僕はすごく大事なことだろうと思っているんですよね。小島健一郎です。小島総本店という米沢の酒蔵で陶香という日本酒を作っています。小島総本店は創業が安土桃山時代、西暦でいうと1597年ですね。なので今年で創業から422年目になります。私のご先祖様が始めて私で24代目になります。陶香のお酒の特徴は、ここのやっぱり気候風土とか自然環境と結びついていると思います。私たちが作るこの米沢っていうのは、まあ、盆地で、まあ、雪国なので非常にこう雪解け水に恵まれた土地なんですね。我々の使ってるお米の大半がこの地域、蔵の周辺の地域で取れた地元のお米ですし、必ずそこにはこう何かしらその地域のオリジナリティっていうものが入ると思うんですよね。まあ、発酵環境も日本の中ではかなりこう、まあ、気温の低い部類の地域なので、まあ、低い温度で、まあ、じっくり綺麗なお酒を作っていくっていう、まあ、そういう環境にあります。なので、例えば日本の全国のお酒を、まあ、いろんな地域で飲み比べた時に、おそらく陶香のお酒っていうのは少しこう香りが良くて、まあ、柔らかさとか繊細さがあるような、人間で例えるとどちらかというとこう中性的かちょっと女性的な印象が残るような、そういうお酒になってるんじゃないかなと思います。お酒というのはこの地域で作られている、まあ、地域性とかアイデンティティっていうものをよりはっきり求められるようになってきていて、多分これからの時代は米沢でこのお酒が作られているっていうことがもっともっと大事になって、大事な要素になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。米沢のいいところ、大都市の消費文化を求めればそういうものは少ないかもしれないけれども、でも消費地にはない、その生産地だからあるものっていうのがたくさんここにはあって、まあお酒を作るっていう仕事を通してまあ自分が見えてないものをたくさんこう発見する機会をいただいて、すごく自分も日々この地域についての学びを深めているという、そういう感覚がありますね。まあ、いろんな場所で、まあ、日本中世界中で仕事をしながらでも戻ってくる場所としては本当に素晴らしい土地だなというふうに思っています。世界はだんだんこう小さく一つになっていくというふうに思ってまして、まあ、私も短い間ですけどアメリカで生活をしていたことがあって、その時にこう、まあ、町の寿司レストランで、アメリカ人の男性2人が普通にこう寿司をつまみながら日本酒を飲んでる場面を見た時に、あ、これは自分たちがこうどこからの国から輸入されてきてるワインを普通に日常生活で飲んでるのと全く同じだなっていうふうに思ったんですよね。なのでこうあんまりこう世界に発信するっていう感覚も実はそんなになくて、みんなが溶け込み合って、どんどんお互いを知っていく中に、まあ、自分たちのお酒もあればいいなと思うし、そういうところに少しでも貢献できたらいいなというふうな思いでやってます。